2011年6月7日23時、その配信は静かに始まった。全く気づきませんでしたね。初めて緊張感あったんですよ。緊張感があって、でもう一生懸命とにかく喋らなきゃって思ったんですけど、そしたらタイムラインにカフ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 上がってない、カフ上がってない、声がとかっていろいろ流れるんですよ。それ見て初めて、ああやっちゃったって思ったんですよね。もうその頃にはもう50秒とか1分とか経っていて、あ、サイバさんがね、いつも陥ってるのはこの状態かって、いうのを自分で経験したっていう、それ以来気をつけるようにはしてますけど、でもまたいつやるか分かんないですね、それはね。失礼いたしました。早速ミスってしまいましたけれどもサイバさんごめんなさい、カフカフ忘れてしまいました。録画のスイッチ忘れないようにしようと思ったらですね、早速こっちの方忘れてしまいました。そんな言い訳から始まったナベッチカー23、過去の映像に加え本人へのインタビューを交え、これまで、番組に対する思い、そして今後についても語ります。ナベッチカー23特別企画、30回を振り返る。いろいろやりましたね。いろいろやって、まあ、最初は第1回は新番組っていうこともあって、新しい道路を走ろう、でちょうどあの植木バイパスが一部区間が開通した直後で、それも含めてやったんですけど、まあでもだいぶ手応えは感じたんですよね。あ、これちょっと続けられそうだなって、それ自信持って、まあ以来いろいろやったんですけど、まあ、僕の好きな道路の一つ有明海沿岸道路も走りましたし、あと、まあ、この企画通じて国道3号線を初めて全線走破したっていうのもやりましたし、あの熊本城マラソンも決まりまして、コースも走りましたし、とっても楽しかったですね。失敗、まあいろいろやってますね。まあもちろん第1回 そのねオープニング、1分ほど無音だったっていうのももちろん失敗なんですけど、まあ国道3号 あの第1回のあの失敗はちょっと正直迷いました。福岡県北九州市小倉北区の走行シーン、収録自体は順調に進んだのだが、この後衝撃の展開が待ち構えていた。さて、ここからお詫びをしなければいけません。画像切り替わります。実はですね、iPhone のクラッシュならまだいいんですけども、ファイルが壊れてしまいまして、高架の上を光レールスターがこう走ってるわけですよ。あのグレーの車体がすごい綺麗だなと思ったんで、わあこんなん撮れてよかったと思って熊本帰ってきて、この動画を移し替える作業の時にファイルが壊れてますと、愕然としましたね。でももうそれはそれでオープンにしようと、うん、もうこれはもう素直に壊れました、ごめんなさいっていうことで言おうかなとは思いました。でもこのユーストリームっていうのはそういう失敗すらもなんか楽しめる、失敗すらも楽しむっていう、なんかそういうところもあるんですよね、うん。まあでもこれまでやってきて本当に楽しんでますね、うん。
まあ、その最たる例がそのユーカファミリーロードサイクリング、うん、孔子からで、ね、豊島から、そして果ては鹿児島からいらっしゃって、そんな方々と一緒に、もう僕が一番スタート地点に近いんですけどそんな人間と一緒に走っていただいて、本当にありがたいなって思いましたね。ユーストリームって何がいいかっていうと、やっぱテレビほど見てる人と遠くないで、ラジオ以上につながれる。ラジオはもう今はね、メールとかファックスとか送れて、僕もその、ラジオで生放送で1年間帯、まあ、週1回ですけどやらせてもらったことがあって、それでつながってるなっていう感じがあって、とてもラジオ大好きなんですけど、ユーストリームはもっとなんか近いような感じがするんですよね。いい距離感なんですよね、ユーストリームって。生でその時間を共有するっていう、でタイムラインでつぶやきを見る、それに反応する、また違う反応が来る、もうそれだけでもなんか、うん、番組やってるって楽しいなって思うんですよね。それがテレビやラジオだと不特定多数になるんだけど、ユーストリームだとそれがなんか特定多数っていうところがね、うん、仲間内って、本当になんかみんなが仲間だなんだなっていうのが、うん、すごい感じるなと思いますね。とっても楽しんでます。今後ですか、もっと楽しみたいですね。もっと楽しみたい。まだ離島の地っていうのがいっぱいありますから行ってみたい。熊本県内も実は僕プライベートでもまだ入ったことのない市町村がいくつかあるんですよ。そこ行ってみたいなっていうのは離島の地、楽しむことを考えることがまた楽しみであり、それをまた見てる人と一緒にアーダコーダー言いながらやるっていうのがまたそれも楽しみなんですよね、うん、本当に火曜の23時僕は毎回緊張もしてますが何より楽しんでます。それは間違いないですね。そうですね、皆さん今後も私と楽しみましょう。